福知茂雄は、日本の会社経営者。朝日、茂光明受賞。朝日ビール社長、会長、相談役、第19代日本放送協会会長を、歴任したほか、日本図撲協会横綱審議委員会委員も務めた。2011年、財団法人、新国立劇場運営財団理事長に就任。2014年2月、 一般財団法人防災検定協会顧問に就任。福岡県戸端市出身。福岡県立小倉高等学校商業課を経て、長崎大学経済学部卒業後、1957年4月、朝日ビールに入社。以後、長く営業畑を歩んだ。京都市店長、本社営業部長を経て、 住友銀行出身の樋口光太郎に抜擢され、1988年3月に、取締役就任、大阪支店長を兼務した。1993年3月には、専務取締役営業本部副本部長昇格。そして1999年1月、生え抜きの代表取締役社長であった、瀬戸雄造の後を引き継ぎ社長となった。 2002年1月には代表取締役会長2006年3月相談役となり経営の一線を退いたその後は文化活動に力を入れ社団法人メセナ協議会理事長に就任2007年11月には東京芸術劇場館長に就任している2007年12月25日に開かれた NHK 経営委員会において 2008年1月25日付で第19代会長に就任することが決まったが、菅原昭子と保ゆかりの両員が反対した。池田義蔵以来20年ぶり二人目となる NHK 外部から招聘された会長で、会長を外部から起用するという点では一致していた経営委員会ではあったが、菅原保両員は福知が時の経営委員長であった。 小森茂高と親しいことを問題視し、会長と委員長が仲良く、昔からの知り合いとなると、程よい緊張感が保てるのか、疑念も持つ人もいると述べ、報道業界の人間でないとし、独自に記者会見まで開き、次期会長就任に反対するとともに、元時事通信社会設委員長で、元日本銀行副総裁の藤原咲也を推薦した。 就任が決まった後の会見で、こうした点も踏まえて、小森氏に対して言うべき時ははっきりという姿勢を改めて明確にした。2009年の放送記念日、日本相撲協会から、先々、大会長、海老沢勝次が退任した後の、横綱審議委員会委員に移植された。任期中に発生した大相撲野球賭博問題に、 絡んで2010年7月6日に名古屋場所を中継しない方針を NHK として決定し、場所終了後に人気途中での委員辞任を申し入れた。よく見る NHK の番組は NHK スペシャル、試して合点、その時歴史が動いた。毎日欠かさず見るのは NHK ニュースおはよう日本、NHK ニュース7。福知は自らが恒例であり、 体力的に持つかという問題もあるとして、最後は、経営委員会が決めることとしながらも、2011年1月の、人気切れ後の再任は望まない意向を示していた。このため、同年1月15日の経営委員会で、人気満了退任をすることが正式に決まり、1月24日に一期3年の、人気満了を迎えて退任した。 退任当日の午後8時43分8時45分の2分間、NHK 総合テレビジョンに登場、視聴者へ向けた、会長退任挨拶を行った。しかし、これより、前、2010年1月28日、人気切れを待たずに、NHK 会長職を辞めたいという意向を、経営委員会に伝えていたことが、各新聞で一斉に報じられたが、後に撤回。 経営計画最終年度となる2011年度、予算策定作業への影響を考慮したのではないかとの見方が有力視されている。このほか、次のような発言を残した。NHK 会長退任後、休職に戻ったほか、朝日新聞のインタビューに答え、在任中のもろもろについて語った。2011年、財団法人。 新国立劇場運営財団理事長に就任。2014年5月局日、茂光明受賞。ありがとうございます。